Hi everyone in the world. やっほーみんな、もち先生です。今日は日本語で話しながらの動画です。石垣旅行の最終日はシュノーケリングツアーに参加しました。こちらのツアー会社はアロアロさんです。今からマンタを見に行きます。イケメンの人についていきます。今日も晴れです。軽石がすごいです。はい、ということでボートでシュノーケルポイントまで連れて行ってもらいます。出発を進行。きれい。石垣の海はめちゃめちゃ透明度が高いです。ちなみになんですけど、こちらのツアー会社のアロアロさん、施設がめちゃくちゃ綺麗で、ツアーの後にシャワー浴びたり着替えたり、あとドライヤーしたりできるんですけど、本当に素晴らしいサービスでした。すごいビラってるね。やばくないですか？めちゃくちゃ綺麗でした。しかも魚もすごい多いし、ちなみにこれは GoPro 8で撮影しています。これは私ですね。じゃーん、見てください、この綺麗さ。お、あっちの方が魚がいっぱいいます。このオレンジの魚の名前忘れちゃったんですけど、可愛いですよね。ここはサンゴがモリモリポイントですね。あ、コナピ。後ろにいる黒い人はアロアロのツアーの人なんですけど、結構ずっと写真を撮ったりしてくれてました。後でその写真のデータをエアドロップでくれます。ちなみにこのツアーは半日ツアー、朝からお昼過ぎまでのツアーなんですけど、半日ツアーだけどシュノーケルポイント2つ回ってくれました。ここは1つ目のポイントで、特にサンゴが多いポイントに連れて行ってくれます。2つ目のポイントがマンタポイントになります。こちらはしおりマーメイドです。私もコナピもしおりもみんな泳ぐのは得意です。あと結論から言いますと、2つ目のマンタポイントで、マンタには会えませんでした。残念。こちらがコナピさんです。ちょ、後ろ大丈夫？当たってないですか？透明度が本当に高いので、結構こうやって遠くから撮ってもすごい綺麗に撮れます。海の中って少しでも濁ってると全然映らなかったりするので、本当に綺麗でした。やっぱり沖縄の海はすごいですね。あ、これはお気に入りの動画です。
マーメイド3人で泳ぎました。イエイイエイ。さすがツアーのお兄さんは動画撮るのが上手ですね。すごくないですか？もう水族館みたい。わー、いっぱいお魚が泳いでます。この太陽の日差しの感じも素敵ですよね。ダイバーさんの空気の泡のブクブクの上を泳ぐのが私は好きです。すごいキラキラ、かわいい。これは海蛇です。海蛇は基本的に毒がありますが、自分から攻撃しない限りは噛みついてこないので、結構近寄っても大丈夫だったりしますが、危ないので皆さんは気をつけてください。キティちゃんミラー、しおりん運転ありがとう。ここはずっと来てみたかったお店、沖縄ポップ JP です。洋服を買いました。さよなら。お尻かここでしおりんとお別れです。元気でね。また会う日まで。マタニティ。さよなら。さよならベイベー。じゃあね。超映えてるよ。私たちの飛行機まではあと3時間くらいあるので、玉取崎展望台というところに行きました。ここは石垣島の景色を一望できるおすすめスポットです。こんな感じですごい綺麗な写真が撮れます。その後は玉取崎展望台のすぐ近くのカフェに来ました。のばれカフェです。スムージーが美味しかったです。ということで、石垣のビデオ3つありましたが、どうでしたか？見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。